精鋭は見事龍禅を救い出した。同じ頃、連合軍本体は派手な動きで異界を攻撃、アレスら神の目を引きつけていた。連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論み通り出陣し、連合軍を取り囲んだ。神の軍勢には将軍ら職の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村たちは意を決して退治する。連合軍の描いた策が今実を結ぼうとしていた。私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し、龍禅殿を救い出すまで耐えしのがねば。とはいえ敵の猛攻は凄まじい。すでに周りを囲まれたこの状況でどれだけ持つか。神や腕輪の力、そして超運らの武は確かに侮れぬ。だが必ずや持ちこたえてみせよう。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。何があってもこの作戦成功させないと。どんな状況でも希望を捨てず凛と前を見て戦うか。その強さ本当に眩しいな。私も君たちに習って希望を信じ戦おう。皆の大事な人を取り戻すために。我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレたら策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余る。上がれ。攻め寄せるは我が子らか。さらば拙者が出迎えん。龍禅様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。観光、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の子同士、恥ずかしくない勝負をしましょう。豪遊無比の豪、感服いたしました。拙者もそのようになりたいものです。私は父上たちと戦いたいわけでは。観測、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのに。関羽殿、拙者が参ろう。私は決めるべきか。我が部に挑め。はい、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 これからも頼みにさせてくれ。真田の一番応援を待て。我が軍に挑め。大丈夫だ、観光。龍禅様は必ず拙者たちがお助けする。知っていたのですか。頑張ります。ならば真田の一番もう案ずることはありません。聖祭は戦場にいないようだ。今頃どうしているのだろう。直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、龍禅殿の無事を信じ突き進みましょう。真田の戦、ご覧あれ。
じたか。何だ、妙だ。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ超威、ならばこの艦隊長が相手になろう。地方運転と戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。なんという戦ぶり。父上の分、手本といたします。カウ殿、銀兵、いざ勝負。超運、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。トップセイヤ。雪村殿こそ無双の英雄。オリンポスにもこれほどの戦士はいるまい。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。超運殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。超運殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。超運殿、もう一回お願いします。銀兵、我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。銀兵、お前まで出番を。だが遅れを取るわけにはいかない。私が敗れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、よくぞこの地で。地上の感動の再会、泣けるっす。いくらということで確かに送り届けたんで。ドローン。龍禅様さえご無事ならもう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。真田の戦、ご覧あれ。これでもう超運殿と戦わなくていいんだ。おいお前に、我が魂。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任か。大したものだな。私を撃たねば気が済まんか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。天を上げとる。全てを降りとる。この状況でさらに兵を出す隙のない采配だ。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよう。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。敵将を討ち取ったり。帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとても辛い。うむ、良い働きだ。見事な戦ぶりだ。どういうことだ。腕は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ龍禅を救出するための技法というところだ。踊らされたということか。ふざけよって。敵も疲弊しているよう。そろそろとどめを刺してやるか。頑張ります。
撃。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。あっぱれ雪村、お前こそ誠の騎士だ。なれ全軍を引くしかない時もある。これで不本意な戦を強いられることもよかったではないか。長三成さん、銀平、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。もっと頑張らないと。そうだな、我らの絆見せつけてやろう。うん、良い働きだ。カウドレ、今日までご迷惑。お主は当然のことをしたまで、詫びる必要などない。なんと優しき言葉。杖を持ってお答えします。雪村こそ天下無双の騎士だ。奴ら賊軍が束になってもお前にはかなわぬ。みんな懸命に頑張ってくる。君まで無理をする必要はないだろう。確かに私の部など役には立たない。だが戦う姿を見て奮起する者もいるのだ。共に進もう。よく見れば君の技は鍛えられた。勲章勲章、隠れた努力をしているのだな。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。腕は取り返せなかったか。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。趙雲、趙保、韓国、韓策、これからは共に戦うことができるのだな。こんなに喜ばしいことはない。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。いくら事情があっても仲間を傷つけるなんて。それに劉禅様を危険にさらしてしまいました。私の力が足りなかったばかりに。ですが劉禅様を救っていただけて安心しました。これからは皆と一緒にいられるのですね。ああ、もちろんだとも。我が子を守るために尽くしてくれたこと、心から感謝する。劉備殿、もったいないお言葉です。仲間たちがまた一つになれたのだな。銀平殿もほっとしただろう。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれたんだ。家族愛、なるほど、銀平殿にふさわしい。これで腕輪は5つ、ゼウスの降臨までさらに力を尽くしましょう。信じる者のため、超支流、いざ参る。私のなすべきことを。韓策、参る。韓暗国、勝利のため手を尽くすつもりだ。この情報に全部任せとけって。
それでよかろう。うまくいったか。うまくいったみたい。新たな英雄がこの地に現れました。ですがダッキーに襲われているようです。ダッキーか。狙いは分からぬが、このままでは彼らが危険だ。大変、急いで助けに行かないと。私も行こう。これまで迷惑をかけてきたのだ。少しは役に立たせてくれ。重宝の野郎、頑張ってはいるようだが、まだまだ子供だな。ここら辺で一皮むけてほしいところなのによ。その気持ちわからんでもない。私も将には思うところがある。奴には上に立つ者としての自覚が足りん。うん、我も伊那にはより一層の成長を望んでおる。単純な手合わせではもはや不足よ。おお、皆同じ思いのようだな。ならば何らかの手を打たねばなるまい。